本当だよ。意味わかんないでしょ、このコメントに対してこれは嘘になるじゃん。まあ確かに、確かにじゃない。まあそういうことじゃない。お前じゃんじゃん。俺だ。裏レッツコメント返し、イエイ。背番号21番大久保智明です。8番小泉義雄です。 YouTube のコメントを返していきたいと思います。僕と義雄くんで YouTube のコメントは見ますか？僕は見ません。僕も YouTube のコメントは見ないですね。エゴサしますけど。エゴサもなるべくしません。怖いから。いい、めちゃくちゃ調子いい時だけする。2点ぐらい取ってみる。あー、幸せだからね。そうそう、悪いコメント見た時のモチベーションの座り方がマジでいいから。確かに、まあ、自信なくない、まあ、そう、自信をなくすような言葉が多いんで。じゃあ見ていきます。はい、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、見終わった後高評価もお願いします。声裏返ったんすよ。もう一回いきますか。はい、もう一回いきます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、あと高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは見ていきましょう。これ言いますよ、トモ、試合でもチャレンジしようぜ。フリーキックだな、これ。あー、これフリーキックの動画だね。あ、ウンパだ、ウンパ。ウンパ、ウンパ、ウンパに返、ウンパに返します。この度、ありがとうございました。完全に引っかかりました。またぜひお願いします。じゃあ、僕返します。はい、もう大丈夫です。結構です。もう大丈夫です。お、例の大久保選手と小泉さん、ご飯企画お願いします。これあれか、企画を上げた時。ああ、そう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 、うん、どうですか、ご飯企画。断りね。ねえ、吉岡言ってくれない。吉岡大久保に陰キャラって言われてて、草。そうだよ、そうだよ。じゃあそれに、本当だよ、本当だよ。トモいいんじゃない、バイトも。はい、トモ。大久保君と試合したことあるけど、めちゃくちゃうまかったよ、だって。本当だ、嬉しいな。どこら辺がどのくらいうまかったですか？ちょ、グイグイ引くやん。どの辺がうまかったですかって。イケメンだし、考えることも答えてるし、いろいろ答えてるし。お、めっちゃ嬉しい。イケメンではないです。それなんて書かれてるんですか？え、大久保選手イケメンだし、考えてることもまとえてるし、浦和を代表する選手になれそうです。イケメンではないです、吉尾って書いてます。すごいよ、大久保選手より前のメンタルが強いから。私はそうなんだ。確かに大久保選手より前のメンタルが強いからだ。じゃあ次、吉尾行く、小泉にしますか。小泉行こうか。はい、小泉選手、メガネ似合いますね。あー、じゃあ俺が行きます。はい、なんかあれっすよね、吉尾くんなんだか俺見たな記事、目が疲れるから。ああ、そうそうそう、携帯いじる時間も減らしてるみたいな。一生携帯いじってますよね。これでも減らしてんのよ。スタジオ見るってする時もしてますよね。ああ、そう、今年はだから去年とかはもうミーティングの時からコンタクトにしてたんですけど、コンタクトにいる時間減らそうと思って。一生スマホ見てますよって返しました。小泉選手、メガネ似合います。意味わかんないでしょ、このコメントに対して。これはメガネ似合いますね、に対してスマホ見てますよ。将棋で小泉と勝負とか見てみたい。これやりたいね。確かに、やりたいんです、やりたいです。おいおい、小泉選手って本当にサイコパスなのかもしれない、思ってきた。なんでだろう、なん、確かにこの動画で何だろう、ここら辺がですか。ちょっとガチギレしてると思われたのに笑うようにしようか。大久保さんが全員のあ、タコ紹介的な感じ。そうそうそう、あ、そういうこと。俺じゃないですか。お前じゃんじゃん。俺だ。小泉選手、金髪にしないんですか。いいこと聞いてくれました。ちょうど今日この撮影の後、髪の毛切りに行きます。え、金髪？金髪にします。うわ、え、マッキンキンですか。マッキンキンに近くしようかな。なんでですか。興味してきます。なんでですか。なんで、ちょっと気合い入れようと思って。坊主にするか金髪にするかの2択で、やっぱ金髪つけ坊主は絶対しない。絶対しない。松崎君も誘ったんだけど断られました。じゃあ次、よしおで検索します。よしおくんのガチ女装企画待ってます。嫌です。ちょっと難しいっすね、それは。うん、よしおのデート企画お願いします。絶対嫌だ。おうちデートでカレー作ってやる。ああ、なるほど。カ
カレーいいっすね。僕がお塩くんとデートしていきます。そして動画撮ってきます。じゃあ本当なるからやめよう。じゃあこれあれだね、予想金髪に戻せ。ああいいね。コメント来た人してきます。普通に設定でメール来たりするんですか。俺はいつも試合からコメント書いてました。そうなんだ。そうだな、選ばれたら。ちょっとまで調べよう。確かに。あ、これ返してくればいいじゃん。昨日、吉尾くん返ってみたい。いや、なんと、友達なんて返せばいいの。どこでどうしよう、家バレるかな、これ。家バレんじゃん。本物でしたっけ。違います、やめてください。イメージ交差。結局、ノリノリでやっちゃう、吉尾。あー、これはでもね、裏話的には大変だったんだよね。結構撮ったからね。いや、本当に。しかも結局ちょっと違うとか言ってもう一回踊ったじゃん。いや、違うんかい。間違えたからね。違うんかい。可愛すぎるっていうタイトルが最高、その通りです。可愛いですよね。吉尾くん可愛いっていうところを印象するか。吉尾くんはもっと可愛いですよみたいな。普段の吉尾くんはもっと可愛いです。あ、それでいこう。それの嘘になるじゃん。まあ確かに、そっか。確かにじゃない。パスキャラも結構浸透してるからな。浸透してきて俺嬉しいです。友の努力の甲斐あったね。あとゆういちくんだね。ゆういちくんね。そもそも初夏の本気ゆういちくんだから。確かに。結構コメント返してきましたけど、いかがでしょう。難しいですね。難しかったです。返すとても今後定期的に質問をコメントしてくれれば、その質問に返すみたいなコーナーができたらいいかなと。確かに。たくさんのコメントありがとうございます。今後は質問形式のコメントしてくれると僕らも返しやすいし、こういうコーナーをたくさんできるのでまたよろしくお願いします。はい、定期的にね、はい、やっていければと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。